ちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。社会科の歴史が苦手な人いませんか？今回はそんな人にの勉強に学習漫画、これを利用してはどうでしょうかというお話をします。歴史が苦手な人って、ただ教科書を見ていてもつまらない。歴史の勉強って暗記ばかり、授業の暗記、教科書の暗記、そればかりで退屈で苦痛だ、覚えるの苦痛だ、何も楽しくない。で、文字とか写真、グラフだけ見ても何を言ってるのか分からない。教科書の文字だけで、歴史上の出来事、実際にどうだったのかというのをイメージできない。だから印象に残らない、覚えられない、テストができない、こうなっちゃうんですよね。そういう人はぜひね、学習漫画試してみてください。漫画を利用することのメリット3つ挙げてみました。漫画は当然絵で描いてありますよね。そしてストーリーになってます、物語になってます。ですから視覚から情報入ってきて、内容をイメージしやすい。この人物はこんなことをしたんだ、この事件はこういうことがあったからこんなふうになったんだということが、視覚とでセリフやなんかまた解説があって、それを合わせて情報として入ってくるので、イメージがしやすいということが言えます。さらに人物と出来事の関連付けを見て、この人がこんなことをしたのはこういうことだったから、そういう関連付け、この人とこの人の関係はこういう関係だったんだ、そういう関連付け、これができます。さらに登場人物や出来事に対して自分なりの感情が生まれると、それが記憶に残りやすくなる、そういうメリットがあります。まあいいことばかりじゃないんですけどね、デメリットもあるんですよ。デメリット2つ挙げてみました。これ漫画って物語になっているので、人物とか事件を大げさ、デフォルメ、デフォルメしてね、面白くさせるために、読者を引きつけるために大げさに書かれているものなんです。ですから学習する内容と漫画とズレが生まれることがあるんですね。さらに一人の人物が主人公になっている場面は、その人物と敵対するものと、登場人物と主人公はいい人で、とても悪い人で対立していると、こんな風に感じてしまうこともあります。事実上はただ対立していただけで、どちらが悪いということはないんですけれど、ね、どちらかを主人公にした場合、その対立する方が悪い人物だというようなイメージが生まれることもあります。こういうデメリットもあるんですけれど、漫画やはりメリットの方が大きいと思うんですね。授業だけ聞いていて、その内容、言葉だけ聞いてもわからない、でも歴史漫画を読むことで絵で入ってきた情報とその教科書の内容が一致して、あ、こういう出来事だってイメージができるんですね。そして人物とか事件のイメージができるとともに、教科書の内容、イメージができているので、教科書の内容が、あ、こういうことだったんだって理解しやすくなると、そういうメリットの方が大きいと思うんですよ。ですから歴史が苦手という人はぜひ一度学習漫画、歴史の学習漫画を読んでみてください。きっと役に立つと思います。今日